はい、新年明けて初めてのラーメンはやっぱり無鉄砲。無鉄砲系列がこれだけあるのか、全部制覇する日も近いです。新年初めてのラーメンということだけあって、今日は超こってりに攻めてみました。油できるだけ多めです。はい、多めよりできるだけってつけた方がたっぷりつくんですね、無鉄砲は。うおー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 、見るからにこれは油コーティングレベルが高いです。これはむちゃむちゃよだれもんのラーメンですな。ラーメンってね、いつ食べても美味しいよ、やっぱり。今日はね、こってり嫌やなとか思いつつも、行ったらね、もうこれね、うまいね、うまいね、うまい。ラーメンはね、四六時中いつ食ってもうまい。これもう間違いないですね。このね、こってりドロドロスープをね、今日は有名のご飯にかけて食べちゃいます。これね、僕ね、初めてなんです、実は。これがまたね、ご飯にね、油とこのね、癖のないね、豚骨スープがあってね、最高に美味しゅうございます。高菜の上にね、つけてね、食べてみたりもしてみました。これがまたね、ピリ辛のアクセントにね、このマイルドのね、スープがね、もう最高にね、あってね、あーもうね、お腹空いてきた、どうしよう、編集やめていこうかな。さらに最後はね、このチャーシューですよ、チャーシューにこのね、クタクタになったネギをつけてですな、これを食べるという、これはもうテロ級ですね。もう僕捕まります。多分明日逮捕されると思います。これ最後のね、ラーメン食レポになるかもしれないです。このスープもうまくてね、もうね、間違いないです。次は逆にね、スープの中にドボンして食べてみたり、あとは替え玉ですね。替え玉はやっぱりね、細麺がいいですね。細麺でこのね、スープをたっぷりね、絡ましてですな、スープを全部飲み干していこうという作戦でございます。けどね、今日唯一苦が残ったのはですね、ネギもできるだけ多めって言ったんですが、それが通ってなかった。あまりに悔しいので、翌日ネギできるだけ多め頼んで食べちゃいました。全然ね、このネギの量が違いますね。やはりね、たっぷり食べたい方はできるだけ多めと言ってみてはいかがでしょうか。